はい、こんにちは、116ウィンズです。一連のサイン盗み騒動の中で、アストロズ監督である AJ ヒンチが解任となってしまったため、スプリングトレーニングまであと1ヶ月しかない、1月にして監督探しをすることになってしまったんですけれども、ただですね、現状そのサイン盗み問題の球界からの厳しい批判に後任の監督が立ち向かわなければならないので、なかなか後任の監督をすぐに簡単に見つけるっていうのはちょっと難しい状況なのかなというところなんですけれども、アストロズのオーナー曰くですね、2月3日までに後任の監督を決めるということらしいんですね。で、現状いろいろな報道などで、監督候補の名前はいくつか挙がってるんですけれども、その候補がですね、近年のアストロズというチームを考えればかなり面白い人選になっているので、今回はですね、そちらについてちょっと話していければなと思います。はい。で、一人目がバック・ショー・ウォルターという監督ですね。この人は監督歴20年で通算1551勝。また最優秀監督にも3回選ばれている、大変ベテランの監督さんですね。で、2018年にオリオールズを指揮したのが最後というところで、そこまで現場から離れて、まだ年数は空いていないというところですね。で、この人は結構古典的な心情といいますか。データは重んじるんですけれども、割とこう緻密な野球をこう管理主義に的な感じでやるような方なので、どうしてもですね、選手の中でも合う合わないが結構出てくるみたいですね。ただ管理主義的なところがあるというところで、今回のアストロズのサイン盗みのように、ヒンチ監督がこう黙認してしまって、サイン盗みが横行してしまったっていうような事態はちょっと起こさせないような監督なのかなとは思いますね。ただ、ショー・ウォルター監督というのは、ちょっとプレイオフで絶望的に勝てないんですよね。通算勝率がプレイオフで3割9分1厘しかないんですよ。特に2016年のワイルドカードゲームで、オリオールズはブルージーズと対戦したんですけれども、そこでですね、ショー・ウォルター監督は、絶対的クローザーであるザック・ブリットンを最後まで温存して、で、結果サヨナラ負けを食らうっていう、ちょっと、考えがたい采配をしてしまうことも、プレイオフでは割とあることなので、アストロズ昨年はワールドシリーズまで進出して、で、今年もロースター的には十分プレイオフいけるぐらいの、戦力を持っているようなチームなので、そこにちょっとプレイオフで勝てないような監督を呼んでくると、大丈夫なのかなってのはちょっと正直に思っちゃいますね。はい。そして候補の二人目がジョン・ギボンズという方ですね。こちらは監督歴11年で通算793勝の、こちらもまたなかなかのベテランの方ですね。で、監督としてはずっとブルージェイズの監督をされてきて、で、2018年までブルージェイズを指揮したのが最後というところで、ショー・ウォルター監督と同じくですね、そこまで現場から離れて、日は経っていないというところですね。で、この人はかなり熱い方で、めちゃくちゃ退場になるんですね。で、あまりに退場になるもんですから、ブルージェイズの公式ツイッターなんかが、ギボンズが退場になるたびに、ギボンズ監督は今日の試合から退場になりましたとツイートするぐらい、結構ネタにされているようなところであるんですけれども、ただ手腕は確かです。ブルージェイズを2回 ALCS まで導いてますし、プレイオフでも勝てているというところで、その点に関しては最初のショー・ウォルター監督とはちょっと違うところなのかなと思いますね。はい。そして候補の3人目がダスティ・ベイカーという方ですね。この人は監督歴22年で通算1863勝、最優秀監督にも3度選ばれている方ですね。で、2017年にワシントンナショナルズを指揮したのが最後ですので、最初のショー・ウォルターですとか、ギボンズと比べると、1年、現場から離れている期間はあるんですけれども、ただ22年の監督歴の実績も十分ですし、そこはそんなに問題にならないのかなとは個人的には思いますね。で、この人は結構な古典的な心情の持ち主の方で、リードオフマンは足が速くなければならないみたいな感じで、いわゆるアンチセイバーメトリクス的な側面も昔はありましたので、ちょっとアストロズらしくないというところはややあるのかなとは思いますね。ただメディアからのプレッシャーには非常に慣れておりまして、
2000年代初頭のバリー・ボンズが、まあ、ホームラン記録を追っていた時期ですとか、あとは2003年にカブスの監督時代に、まあ、悲劇的なプレーオフ敗退があったんですけれども、まあ、そういったこうメディアからのプレッシャーを、まあ、きちんと跳ねのけられるような人ではあるので、まあ、今回のアストロズのように、まあ、サイン盗みとい こうメディアから強烈な批判を浴びているところではあるんですけれども、まあ、そこもうまく対処できるんじゃないのかなとは思いますね。ただ、プレイオフでのショッキングな敗退が結構多くてですね。まあ、先ほど挙げたように2003年のカブスなんかがまさにその例なんですけれども、まあ、2003年のカブスはあと1勝でワールドシリーズ行けるというところまで行きながら、まあ、かの有名なスティーブ・バートマン事件が起きて、まあ、カブスは敗退してしまうなど、こう、結構こう、ショッキングな敗退の仕方が多いので、まあ、ショールターと同様にですね、今年も、まあ、十分プレイオフを狙える立ち位置にいるアストロズの監督としてはちょっと大丈夫かなっていうところもややあるところですかね。はい、ここまで3人の、まあ、新しい監督候補の方を紹介してきたんですけれども、まあ、ここからですね、アストロズが求めている新監督の像がちょっと見えてくるんじゃないのかなと思います。まあ、まずですね、アストロズは何としてでもサイン盗みという印象を払拭する必要がありますよね。そういったことからも、まあ、監督歴が豊富で、かつ強烈なリーダーシップを発揮できる人材を探しているんだなというのがちょっと伝わってきますよね。まあ、なのでですね、近年のアストロズは、まあ、ヒンチですとか、あるいはボー・ポーターのように、まあ、結構若い監督を登用してきているところがあるんですけれども、まあ、そこは近年にはない方針かなというところが一つ挙げられますね。でさらにですね、結構古典的な心情の持ち主の方が多いですよね。まあ、特にアストロズは、まあ、近年非常にデータ分析を重んじて、まあ、躍進してきたチームではありますので、まあ、ここもですね、ちょっとアストロズらしくないような人を探してるんだなっていうところがちょっと伝わってきますよね。で、これはツイッターで見た意見で、あ、これは面白いなって思ったんですけれども、あえて、こう、ネームバリューのある監督を招聘して、こう、サイン盗みから話題をそらす意図があるんじゃないかっていうところですね。まあ、確かに、その、まあ、今回挙げた3人のような、まあ、結構ネームバリューのある人が、ま、監督に来たら、まあ、確かに関心はその監督に向きますし、確かに今のそのアストロズに対するこう、サイン盗みっていう、関心からちょっと話題をそらすことができるのは確かにそうだなと思ったので、まあ、なかなかアストロズもこう、うまくやってるなっていうのはちょっと正直に思ってしまいましたね。で冒頭でも言ったように、まあ、オーナーとしては新監督を2月3日まで選びたいところで、まあ、実際に誰を新監督に選ぶのかというところもちょっと注目して見ていきたいところですね。まあ、この今日挙げた3人をピックアップするの誰かを監督にするのか、あるいは、まあ、内部からこう例えばベンチコーチのジョー・エスパーだとか、まあ、その辺を挙げてくるのか、ちょっとこうアストロズの決定についてはちょっと今後も注目して見ていきたいところですね。はい、いかがだったでしょうか。今後もですね、MLB に関しての話題を皆様にご提供できればと思いますので、まあ、よければチャンネル登録の方もしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。